ベクトル・ベルリオーズ、ルイ・エクトル・ベルリオーズ、リルイ・ベルリリヘクター・ベルリオーズ、1803年12月11日から1869年3月8日は、幻想公共曲でよく知られているフランスのロマン派音楽の作曲家である。この他に、死者のための大ミ作曲、レクイエム、1837年に見られるように、楽器編成の華々しい拡張や、 色彩的な還元落法によってロマン派音楽の動向を先取りした。ベルリオーズの肖像はかつてフランスジュフ・フランシェ兵に描かれていた。フランス南部イゼール県のラコートイコール・サンタンドレ、LA コート・セインツ・アンドレに生まれる。ここはリオンとグルノーブルのほぼ中間に位置する。母親のマリー・アントワネット・ジョセフィーヌ・マルミオン。 父親で開業医のルイ・ジョセフ・ベルリオーズとの間で、長男として育てられる、このうち6人中2人は創生。1809年、6歳の時から、町の教会に付属する小さな神学校に入学するが、間もなくして1811年末に閉鎖されてしまい、18歳になるまで家庭で、父親の手によって教育された。家庭では、ラテン語、文学、歴史、 地理、数学、音楽、初歩程度を習う。1817年、内視1818年頃、14歳のベルリオーズは、父親の机の引き出しからフラジオレットを見つけ、吹練習をする。息子の様子を見た父親は、楽器の使い方を説明し、ほどなくして、フルートを買い与える。その後15歳になってからは、ギターも習い始めている。作曲は、 同年頃に独学で学び始め、父親の蔵書からラモオの火星論を見つけるものの、理論の基礎ですら身につけていない彼にとっては難解なものであった。しかしシャルルシモンカテルの火星概論を読んだ時は、最初は難解ではあったが徐々に飲み込んでいった。ある程度の知識を得て、作曲、編曲に挑戦し、室内楽曲、歌曲、編曲作品を作曲している。 1821年、18歳の時に、グルノーブルで行われた、バカロレア大学入学資格試験に合格し、家業を継ぐ名目で、パリに行き、医科大学に入学する。しかし青年ベルリオーズは解剖学を学んでいる、途中で気がひるんでしまい、次第に、医学から音楽へ興味が移り、オペラ座に通うようになる。それから1年後の1822年に、 父親の反対にもかかわらず医学の道を捨て、音楽を学び始めた。この時期に、医学大学に行く代わりに、コンセルバトワールの図書館に行っている。そこでは楽譜を複写したり、楽曲の分析などを試みたりしている。同時にベルリオーズは再び作曲を始めており、フランスの詩人ミルボアの詩によるカンタータ、アラブの馬、H12 と三生部のカノン、H13 を作曲する。 前者のカンタータは読書と大漢言楽のための作品であるが、カノン H13 を含む2つの作品はいずれも紛失している。1823年にパリ音楽院に入学して音楽院の教授じゃんイコールフランソワルシュールにオペラと作曲を学ぶ。また、早くからフランスのロマン主義運動に一体感を持つようになり、アレクサンドル・デューマやビクトル・ユーゴー、 オノレド・バル・ザックラと進行を結ぶ。後に、テオフィル・ゴーチェは、このように述べている。エクトル・ベルリオーズは、関係によると、ユーゴーやドラクロワと共に、ロマン主義芸術の三位一体を成しているようだ。ジャンイコール・フランソワル・シュールの下で音楽を学び、2年後の1824年に、最初の本格的な作品である、双言ミサ曲、H20 を作曲。 1825年にパリのサンドッシュ寺院で学長のマスソンによって初演されたが未熟であるがために失敗する。この後に作品を大幅に過失修正を行い、同年にオーギュスタン・ドゥポンスに借金して再演され成功を収める。またこの頃からローマ賞に挑戦することに意欲をかきたてている。1827年からローマ賞に挑戦し、 同年の7月に応募作として、カンタータオルフェウスの詩、H25 を作曲する。しかし戦外に終わる。その後も、以下のように毎年応募する。また9月に当時熱狂的に話題を呼んでいた、イギリスから来た、シェイクスピア劇団の女優ハリエット・スミスソンの出演する舞台を見て、衝撃を受ける。このことが二人の運命的な出会いであった。 1828年の3月、音楽院で開かれたフランソワ・アブネックの指揮による、第1回のパリ音楽院、管弦楽団定期演奏会で、ベートーベンの公共曲第3番、英雄を、また同年に、第5番、運命を聴いて、大きな啓示を受ける。6月、2度目となる、ローマ賞への挑戦として、エルミニー、H29 を作曲。惜しくも2票の差で、第2位となる。 1829年、ゲーテのファウスト、ジェラールド・ネドバルの不都役によりを読んで感銘を受け、このテキストを用いて、ファウストからの八つの情景、H33、アップ1を作曲する。出版の際に作品1と番号を付ける。7月に三度目の挑戦となる、ローマ賞の応募作として、カンタータ クレオパトラの詩を作曲するが、劇的で過激な内容から審査員たちの品縮を買われ、受賞を果たすことができずに終わる。1830年2月に幻想公共曲を作曲を開始し、6月に完成する。また、この頃にピアニストのマリー・モ多ークと出会って恋愛関係となる。4月に4度目の挑戦としてカンタータ、サルダナ・パールの詩を作曲する。 四度目にして、ようやく念願となる、ローマ賞を受賞する。12月5日に、幻想公共局が、アブネックの式で初演されて、大成功を収めて、世間の脚光を浴び、マリーモークと婚約に至る。そして受賞者として、ローマへ留学すると同時に留学を終えたら、結婚するという約束を交える。1831年、ローマに到着した直後に婚約者、 マリー・モークの母親から手紙が届き、ピアノ製作者、イグナツ・プレエルの長男カミー・ユ・プレエルと結婚するという報告であった。この報告を知るや、いなや、再び訪れた破局にベルリオーズは落胆するどころか、逆に、ひどく、怒りをあらわにしたと言われる。回想録には、マリーとその母とカミー・ユ・プレエルを殺して、自分文字しようと、ベルリオーズは、婦人洋服店に急いで行き、 女装するために、婦人服一式を買い、ピストルと自殺用の毒薬を持参して、パリへ向かう馬車に乗り、そのままローマを出発したのだった。しかしイタリア、サルデーニャ王国とフランスの国境付近でふとあれに、帰り、直後に思いとどまって、正規を取り戻したのであった。この出来事の後、ベルリオーズは、ニース、当時は、サルデーニャ王国領で、 フランス国境の外で一ヶ月ほど滞在して、療養することとなり、回復後は、ローマへと戻っていく。そして正式に、モークとの婚約は解消された。この療養中に、幻想公共局の続編といえる、叙情的な独白劇、レリオ、あるいは、生への復帰の構想を始めており、ローマに戻った頃には、全体の構想を終え、 作曲に取り組んだ後7月初旬に完成している。1832年に上記の事情によってイタリア留学を切り上げる形でパリへ帰国すると同地で再び音楽活動を始める。またローマ滞在中に作曲した作品、序曲、リアオーやレリオなどを携えて持ち帰っている。1833年、劇団の女優ハリエット・スミスソンが 幻想公共曲を聴きに来た際に再会し、結果的に結婚までに至る。ベルリオーズの両親は反対したが、それを押し通してのことであった。パリ郊外のモンマルトルに新居を構え、自作の演奏会の開催、雑誌や新聞の評論を始める。同年に演奏会に来ていたショパンとパガニーニと出会い、信仰を結ぶ。1834年の初め頃、 パガニーニからの依頼で、ビオラと還元楽のための作品である、公共曲、イタリアのハロルドを作曲する。初演の成功によって、金銭的な援助も得られた。またこの年に、長男のルイが誕生する。この年に、オペラ、ベンベヌートチェッリーニの作曲に取り掛かり、1836年の夏に大半が完成する。同時に、フランス政府から、 デクイエムの作曲を移植され、早いペースで翌1837年に完成する。初演は同年に行われると成功を収め、ベルリオーズは新聞雑誌から賛辞を浴びたり、陸軍大臣からの祝辞を受けたりした。1838年の9月にオペラ座でベンベヌートチェリーニの初演が行われる。しかし序曲を除いて散々な不評に終わる。 原因として、全体の総練習が4回であったことや、聴衆の思考に合わなかったことなどが挙げられる。友人たちは失敗の原因を、台本の知説であると指摘したが、回想録の中では、脚本は気に入っていたのに、どうして劣っているのか、今でもわからないと語っている。また初演が失敗した直後に、母親が没する。1839年に、劇的公共曲。 ロメオとジュリエットを完成させる。初演の後、作品をバガニーニに検定する。この時期のベルリオーズは、莫大な借金を背負っていたため、生活が苦しく、収入が得られなかったが、音楽院側からの助けで、2月頃にパリ音楽院の図書館員となり、わずかな額ではあったが、ある程度の収入を得る。1852年には館長に任命されている。 1840年に再び、フランス政府から依頼を受けて、早々と勝利の大公共曲を作曲、完成。7月28日に200名の軍楽隊を率いて、初演を行う。しかしこの時期、ベルリオーズは、パリの各劇場から締め出された状態にあった。ベンベヌートチェッリーニの失敗によるものと言われ、また一部で反感を持たれていたために、パリでの人気は、 次第に下らっていった。人気が遠ざかっていたため、1842年に演奏旅行を始めることになり、年末にドイツへ向かい、各地で演奏会を催して大きな話題を呼び、旅行は成功を収める。しかし一部からは、求心的すぎるという批評も受けた。1843年5月末、パリに戻ったベルリオーズは、ドイツ・イタリア音楽旅行機や、 近代楽器法と還元楽法などの著作を表したり、ベンベヌートチェッリーニの第二幕の前奏曲として魔のク肉祭を作曲する。一方で、妻スミッソンとの仲たがいが決定的となり、別居へと至る。スミッソンはモンマルトルの小さな家で引きこもる形で生活する。ベルリオーズは稼ぐために新聞や雑誌の執筆などに追われ、 これまで以上に窮地に瀕していた。1844年にパリで産業博覧会が開催され、博覧会の終了間際、7月末に産業館で型破りな演奏会を実施する。8月1日に産業館で行われた演奏会は、新作、フランス産科 H97 を初演したが、480人の オーケストラ団員と500人の合唱団員を統合したもので演奏時にはベルリオーズを中心に7人ほどの補助指揮者が指揮棒を持って壇上に登ったという演奏会は大成功を収めたが出費が影響して経済的にはわずかなものでしかもたらすことができなかった百四十五年の十月から翌年の百四十六年の四月にかけて二回目の 演奏旅行として、ウィーンやプラハ、ブダペストなどへ赴き、各地で演奏会を開催して、大歓迎を受ける。ブダペストでの演奏会は、ラコッチ行進曲を歓迎落葉に編曲した、ハンガリー行進曲が演奏された際、聴衆から熱狂的な歓声を送られたと言われる。同じ頃に、ゲーテのファウストによる劇的物語、 ファウストのゴーバツの作曲を着手しており、ハンガリー更新曲はこの作品に取り入れている。ファウストのゴーバツは旅行中の合間を縫って1845年から作曲を始め、パリに帰国した4月の末頃も続けられ、10月に全曲が完成する。12月6日にオペラコミック座で初演されたが、20日に行われた再演とともに結果は賛ましくなく、成功しなかったという。 初演の失敗によって多額の負債が降りかかり、破産の危機に直面したものの、友人たちの尽力によって難なく免れる。だがこれを機にベルリオーズは再び演奏旅行に行くことを決意し、次なる場所はロシアであった。1847年の2月14日、パリを離れ一人でロシアへ向かった。ベルリンまで汽車で乗り、滞在中にロシア大公費、 エレナ・パブロブナ宛ての紹介状を書いて欲しいと当時のプロイセン王に懇願する。出発後ようやくロシアに到着するのであった。3月15日と25日にサンクトペテルブルクで4月にモスクワでそれぞれ行った演奏会は成功し、喝采を浴びるなど大歓迎を受けるのであった。この演奏会で4万フランの大金を手にし、 ベルリオーズにとって、この大金を得たことは、これが生まれて、初めてのことである。パリへ向かって帰還する折に、再度ベルリンに立ち寄って、ここでも、演奏会を催している。プロイセン王の求めで、ファウストのゴーバツを演奏し、フリードリヒビルヘルム四世から赤いわし印の、アザ君賞を授けられる。またこの夜ソミコールスーシー宮殿での晩餐会にも、招待されている。著書、 近代楽器法と還元楽法をビルヘルム4世に検定している。7月初旬にパリに戻ったベルリオーズは当時イギリスで活躍していた有名なマネージャーのジュリアンと出会い、彼の申し出に応じる形でロンドンのドルーリー・レーン劇場の指揮者として活動をるため、その年の末頃にロンドンへ向かう。しかし、ジュリアンと交わした契約は途中で破棄される。 ロンドンに到着して4ヶ月後にジュリアンは破産の危機に直面したためであった。イギリスでの生活が安定する矢先に1848年2月にパリで勃発した2月革命によって急遽パリへと舞い戻る。理由として名誉職という名の地位であるパリ音楽院の図書館主事法の職を確保する他であった。この時期ベルリオーズの周りに 相次いで不幸が襲う。パリへ戻った7月下旬に、父類が矢を去り、また別居中の妻ハリエットが、脳卒中の発作で倒れ、パリの音楽界は、革命の影響によって劇場は閉鎖され、街は謎の静けさを醸し出した状態であった。このため、作曲活動は一旦中断して、評論と執筆活動に集中することに限られる。 しかし1848年末頃に極秘に作曲を始めており、1849年に3、軍の合唱と大歓迎楽のためのテデウム H118 アップ22を完成させる。だが演奏の機会が得られず、1855年4月にパリ万国博覧会でサントゥスタッシュ協会での初演まで待たなければならなかった。 この時期の作品は合唱とピアノ伴奏のためのトリスティア H119 と二重合唱と還元楽のための民の声 H120 ぐらいしか作曲していない。また自身の回想録も執筆をし始め、そのうちの第一部を書き上げている。1850年、ロンドンフィルハーモニック協会を真似する形でパリフィルハーモニック協会を結成する。パリでは、 このような教会はなく、これが初めてのことであった。ベルリオーズはこの組織の会長と指揮者に就任して演奏活動を活発に行う。しかしほどなくして資金難に陥り、加えて聴衆からの受けがあまり良くなかったため、教会は結局一年後にそのまま解散してしまうのだった。解散後、1851年から1855年にかけて、 ロンドンに赴き、同地で定期的に指揮活動を行う。1854年の3月3日、別居中の妻スミッソンがモンマルトルで世を去った。4年前から容態は一層悪くなり、加えて体は不随になっていた。別居中であったが、彼女を見捨てることができなかったベルリオーズは深い悲しみを味わい、回想録と友人フランツリストに宛てた手紙には、 悲痛な言葉が綴られている。スミッソンを埋葬後、10月19日にマリーレシオと正式に結婚する。息子ルイに宛てた手紙にはこのように書いている。私は一人で生きることもできないし、また14年来一緒に暮らしてきた女性を見捨てることもできなかった。1854年にルイに宛てた手紙。1854年3月末に、 ドイツへ旅行に行き、4月1日にハノーファーを再放する。ハノーファーでの演奏会をはじめとして、ドイツ各地で行った演奏会は立て続けに成功し、気を良くしたベルリオーズはパリに戻った後、以前作曲したエジプトへの逃避、H128 を転用する形として、三部からなるオラトリをキリストの幼児 H130 アップ25を5年がかりで完成させた。 12月10日に初演されると聴衆から拍手を受け、大成功に終わる。1855年の4月、長らく初演の機会を得られなかった、で、デイムがパリバンパクにおいて、ベルリオーズの指揮によって初演された。1856年5月3日に没したアドルフ・アダンの公認として、フランス学士院会員に選ばれ、これにより収入が増え、生活も安定する。 またこの頃にバイマルを訪問しており、同地で滞在していた際、フランツリストと同棲していた、その侶ザイン・ビトゲンシュタイン公爵夫人と面会する。ビトゲンシュタインからアエネイスを題材としたグランドオペラトロイアの人々の作曲を進め、先のフランス学士員会員に選ばれたことを機に創作意欲を復活させ、同年5月5日に台本を自ら執筆し、 わずかにか月足らずで完成させる。超神経痛に悩まされつつも作曲を続け、一期化成2858年の4月12日に2年かけて完成させる。しかし、前後幕というあまり長大なオペラ、トロイアの人々は、初演の機会が得られないままであった。1860年の夏にバーデンイコールバーデンで開催される音楽祭に赴き、 この地で新しく建設される劇場のために支配人のエドアール・ベナツェから移植を受け、二幕のオペラ、ベアトリスト・ベネディクト・ H138 を作曲する。セイクスピアの儀曲、カラ騒ぎに基づくが、ベルリオーズ自身がフランス語の台本を執筆している。一時中断もあったが、1862年2月に完成させ、同年8月9日にバーデンイコールバーデンの 新劇場で初演が行われている。ベアトリスとベネディクトが初演される二ヶ月前の1862年6月14日、五歳マリーレシオが心臓麻痺のため、この世を去る。彼の目の前でのことだった。遺体はモンマルトル墓地に埋葬される。ベルリオーズに残された家族は、船員となった息子、ルイだけとなった。1863年、苦労の末、 トロイアの人々がオペラ座で第二部のみが初演されたが、生前に第一部と全曲が上演されることはなかった。全曲上演は1890年まで待たなければならなかった。そして長らく続けていた評論活動を止めてしまう。60歳を迎えた1864年、作曲の筆を折り長い作曲活動を終えるのであった。 以降は一人でアパートに住み続けることとなる。また、改装録を1865年1月1日付で終え、印刷に回した。ただし、没後出版される。5歳マリー2862年に先立たれ、さらに一人息子のルイ、船員になったも1867年に失い、孤独感を募らせた生活をパリで過ごした。 特に息子を失った時は半ば狂乱となった状態で立ち直れなかったと言われる。だが、指揮活動を伴う演奏旅行は、1866年にオーストリア、1867年にドイツ、1867年末から1868年にロシアで、それぞれ継続して行われた。裁判年にロシアのエレナ大公妃から招待されて、 演奏旅行に赴き、ロシアのサンクトペテルブルクで演奏会を開いている。ベルリオーズにとってこれが最後の旅行となった。だが、もともと不健康だったベルリオーズは、ロシアの厳しい寒さで体に致命的な打撃を受け、帰国後の1868年3月には健康状態はより悪化していた。この観作曲はほとんどできない状態であったが、最後の作品は、 フランソワクープランの作品の編曲であった。その後、南フランスで保養した後に、パリで病床に着いたが、1869年3月8日の午前0時半に、眠るように息を引き取った。遺体は、モンマルトル墓地において、二人の妻、ハリエット・スミスソン、1854年生居と、マリー・レシオ、1862年生居と共に、葬られ、 長い眠りについている。ベルリオーズの作品は1960年代から1970年代にかけて復活を遂げたが、これはイギリスの指揮者コリン・デイビスの奮闘によるところが大きい。デイビスがベルリオーズの全作品を録音したため、従来あまり知られていなかった作品にも光が当てられた。歌劇トロイアの人々の録音は最初の全曲録音であった。 本作はベルリオーズの生前に完全に舞台上演されたことはなかったが、現在では復活を遂げ定期的に上演されている。2003年にベルリオーズ生誕200周年を記念してベルリオーズをパンテオンに改装しようとの定義がなされたが、アンドレ・マルローやジャン・ジョレス、アレクサンドル・デュマに比べてベルリオーズがフランスの栄光の象徴に値しうるかどうかをめぐる。 政治的議論の末に、ジャック・シラク大統領によって審議が中断された。生前のベルリオーズは、作曲家として、より指揮者として有名であった。定期的に、ドイツやイングランドで、演奏旅行を行い、オペラや公共曲を指揮した。自作だけでなく他人の作品も指揮しており、中には、リストのピアノ競争曲第一番の初演なども、含まれている。リストによると、 指揮者ベルリオーズはリハーサルを多用する練習魔だったという。バイオリンのビルトオーソにして作曲家のニコロ・パガニーニとの出会いからはイタリアのハロルドが生まれパガニーニの依頼で書かれたがビオラの活躍が少ないのに失望したという逸話は今日では信憑性が疑われているまた金銭的援助も得られた。ベルリオーズの回想録によるならばパガニーニは イタリアのハロルドの演奏を聴いて感動を表明し、2日後にベートーベンの後継者はベルリオーズを置いて他にいないとの手紙と共に2万フランを提供した。ベルリオーズは生まれながらにロマンティックで幼少の頃からすこぶる感受性が強かったと言われている。これはベルギリウスの数節で涙したという少年時代や、長じてからは一連の恋愛関係に明らかである。 23歳の時のイギリスから来たシェイクスピア劇の劇団の女優でアイルランド人のハリエット・スミスソンへの片思いはやがて幻想交響曲の着想へと膨らんだ。この作品の初演と同じ1830年にローマ大賞を受賞する。スミスソンに最初拒まれるとベルリオーズはマリー・モークと婚約するがモークの母は娘を ピアニストで、ピアノ製造家のカミー・プレーエールに嫁がせた。ベルリオーズはその頃、ローマ大賞の賞金、奨学金を得て、ローマに留学中であった。回想録によれば、この時パリに引き返し、女中に変装して、猛ボ星を殺害し、自殺を図ろうと企んだが、ニースにたどり着くまでに女装用の服を紛失したため、気が変わった。ベルリオーズの手紙は、 スミスソンにはあまりに情熱的に過ぎると映ったために、彼女は求愛を断ったのであるが、こうした感情によって引き起こされたと言われる幻想公共曲は、驚異的で斬新であると受け取られた。この表題音楽的な作品の自助伝的な性格も、また、当時としてはセンセーショナルなものとみなされたで、ローマの2年間の修行時代を終えて、パリに戻ると、スミスソンは、 幻想公共曲の演奏を聴きに来た上、ついには結婚に至った。スミスソンは馬車から落ちて重傷を負ったこともあって、女優として下り坂にあったことも理由で。しかしながら2年もすると、二人の関係はたちまち冷え込んでいった。様々な理由が挙げられているが、中でも言葉の壁が大きかったと。また他には、ベルリオーズはスミスソンを一人の女性として、 彼女の人間性に惚れたのではなく、彼女が演じる役、ロミオとジュリエットの、ジュリエット等に惚れたために、彼女と結婚して彼女が普通の女性であることに気がつき、失望したのだとする。二人は1841年頃から別居し、1854年に、彼女が亡くなると、すでに同棲していた歌手のマリーレシオと結婚する。ベルリオーズは文学に激しい愛着を寄せており、 ベルリオーズの最も優れた楽曲の多くは文学作品に触発されている。幻想公共曲はトマス・ドクインシーのある英国人アヘン常習者の告げに着想を得ており、ファウストのゴー,バーツはゲーテのファウストに依拠している。イタリアのハロルドはバイロン教のチャイルド・ハロルドの巡礼が下敷きである。オペラ、ベンベヌート・チェッティーニはチェッティーニの自助伝に由来する。 ロメオとジュリエットは、シェイクスピアの同盟の悲劇に基づいている。記念碑的な大作オペラ、トロイアの人々は、ウェルギリウスのジョージ氏、アイネースに立脚している。ベルリオーズは、最後の歌劇となったコミックオペラ、ベアトリスとベネディクトの目に、シェイクスピアの、唐騒ぎに大まかに基づいて、台本を作成した。文学の影響を別にすると、ベルリオーズは当時フランスでは、 さほど有名でなかった、ベートーベンの擁護者でもあった。1828年に、フランソワ・アントワー・アヌ・アブネック、幻想公共曲の初演記発式パリ音楽院、管弦楽団によって行われた、英雄公共曲のパリ初演は、ベルリオーズの作曲活動における展開点となり、2年後の1830年に、幻想公共曲が生み出されるきっかけとなった。 ベートーベンに次いでベルリオーズが崇拝したのが、クルック、メイユール、ウェーバー、そしてスポンティーニであった。イタリアのハロルドにおいてベルリオーズは、半音階や先方、変拍子、語拍子を採用するとともに、従来のドイツの公共局に見られる形式的な、近世間や、全体的な統一感から距離を置いた。3イコール、サーンスの動物の舎肉祭の、 像の最初の主題は、ファウストの豪ーの妖精のワルツから取られている。しかしながら、音域は原曲よりかなり下げられ、コントラバス独奏によって演奏される。幻想公共曲に加えて、ベルリオーズのいくつかの作品は、現在、標準的なレパートリーに留まっている。劇的物語、ファウストの豪ー劇的公共曲、ロメオとジュリエット、いずれも、 混合唱と還元学のための対策、歌曲集、夏の夜、ビオラ独奏付きの公共曲、イタリアのハロルドなどである。ベルリオーズの型破りな音楽作品は、既存の演奏会やオペラ会を刺激した。演奏会の段取りを自力でつけるだけでなく、演奏者への報給も自前で調達しなければならなかった。これはベルリオーズに、経済的にも、 心情的にも重い負担となってのしかかった。ベルリオーズの演奏会には1200人の常連客がついていて入場者数を確保できたが大掛かりな数百人もの演奏者を要するベルリオーズ作品の性質上経済的な成功は望めなかった。ジャーナリスティックな才能から音楽評論がベルリオーズにとって手っ取り早い収入となり音楽界において ドラマや表現力の重要性を力説する基地に富んだ批評文によって上をしのぐことができた。ベルリオーズは作曲家として最も有名である反面多作な著作家でもあり長年にわたって音楽評論を執筆して生計を立てていた大胆で力強い文体により時に独断的かつ風刺的な論調で執筆を続けたオーケストラのある夜会 1852年は19世紀フランスの地方の音楽界を当てこすりつつ酷評したものである。ベルリオーズの回想録1870年はロマン派音楽の時代の姿を時代のゴ下の目を通して尊大に描き出したものである。音楽のグロテスク1859年はオーケストラやワの続編として出版された。教育的な著作である 還元落法、グランドトレイト D、インストローメンテション a D、オーケストレーションマダーンズ、1844年、1855年補定、によって、ベルリオーズは還元落法の巨匠として後世に多大な響きを与えた。この理論書は、マーラーやリヒャルト・シュトラウスによって詳細に研究され、リムスキーイコール・コルサコフによって自身の 還元落法原理の補強に利用された。ビムスキーイコールコルサコフは修行時代にベルリオーズがロシア学旅で指揮したモスクワやサンクトペテルブルクの音楽会に通い詰めていた。ノーマン・レブレヒトは次のように述べている。ベルリオーズが訪問するまでロシア音楽というものは存在しなかった。ロシア音楽という分野を擦水したパラダイムはベルリオーズにあった。チャイコフスキーは 洋画試験に踏み込むように幻想公共曲に入り浸って自作の公共曲第3番を作り出した。ムソルグスキーは死の床にベルリオーズの論文を置いていた。また、18世紀末から19世紀初頭にかけ、聖歌のみならず世俗曲でも活躍したことで最も有名なロシアの作曲家であるドミトリー・ボルトニャンスキーを高く評価した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。